小田政治は、日立の戦国大名。小田氏の第十四代当主。小田氏の中高の祖と呼ばれ、小田氏を戦国大名家へと導き、最盛期を築いた。明王元年、堀越久保を、足利正友の子として生まれる。父の正友は、前年に死去していたため、父の死後に生まれたことになる。また、室町幕府第十一代将軍、足利義吉住の弟に当たるとされる。 ただし、小田寺席では、小田氏、第十三代当主、小田重春の実施であるとしており、同時に正友のこの聖子と、同人物や楽園ともする説がある。永正十一年、重春の死去により、家徳を継いで、第十四代当主となる。小学坊の内紛では、宇都宮重綱、忠綱、結城正友らと共に、足利高元を支持し、佐竹義春、小山政長、 いわきつ豊たか、ゆたか、ゆうきやきよりら、足利政氏を支持した戦国、大名らと対立した。また、高本が父、政氏に勝利し、小学坊になったことで、関東南部で急激に勢力を拡大する後、北条氏を危惧し、妹を佐竹義康の妻にさせ、佐竹氏との関係強化を図った。協力4年、石岡の戦いで、江戸氏を破った。 天文6年には、田賀谷氏と同盟して、結城正勝と戦ったが敗れている。他にも小学坊足利家などと戦うなど、多方面で敵勢力と戦い、小田氏の勢力を拡大した。天文14年の川越野戦では、足利春氏に味方して敗れており、政治の晩年頃から、小田氏の衰退が始まった。天文17年2月22日に57歳で、 死去し、あと、着死のお出しをサムがついだ。ありがとうございます。